あ、打ってよける、打ってよける。うん、いいね。おお、いいよ、いいよ。おお、ストレートめっちゃ早く打つと早く返ってくる。うん、今のは良かったよ。うん、そうそう、まっすぐ返ってくるようになれば。ナイス。うん、そうそう、振りはいい、振りはいい、その振りいいよ。うん、そう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 、そのストレートいいね、さっきの振って。うん、ナイスストレート。でその振った方向でパンチ打つ感じかな。右に体重乗ったやったら右手、左やったら左手。ナイスストレート。うん、そう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 、そっちやったら左やね。うん、そう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 、いいよいいよ。ナイス、ワンツー。うん、それだったらジャブ2回でストレートとかね、ダブルジャブからストレートでかわして打つとか、ダブル打ってストレート打ってかわしてもう1回ストレートフックストレートとかね、コンビネーションパンでかわしてストレートフックストレート、そうそう、ストレート思いっきり投げっぱなしにしちゃうとそれで終わっちゃうからね。ストレートかわしてストレートフックストレート、そう、ストレート強く打つと打ちづらくなるから軽くでいいよ、最初慣れるまでは。でかわしてフックストレート、そうそうそう、できて、うん、そんな感じ、そんな感じ。うん、でワンツーフックストレートでもいいよ。ワンツーフックストレート、パンチングボールの。そうそうそう。で、フックが強く打つとそうやって揺れるから、ストレートが当てにくい。ワンツーフックストレートね。そう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 。で、フックは横剣の方がいいよ。横にこう寝かせるというか。ワンツーフックストレート。そうそうそう。あとで教えようか。いいよ。あと20秒。うん、そう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 、それでいいよ。はい、15秒。そうか、フックの打ち方教えなかった。はい、おお、いいよいいよ、そうそうそう、パンチングボールでフックの打ち方あとどうしよう。はい、3秒前。